どうもこんにちは、甲田久美です。今日私の毎日やっているスキンケア、ね、メイクを、紹介したいなと思います。紹介できるほどのものがあるのかどうか心配なんですが、やってみたいと思います。朝起きてメイク台の前にあるのがこちら、アロマティックオーガニクスっていう、こういう感じでシュッシュッシュッアロマのすごいいい香りがして、メイクをするときってやっぱ空間が大事だと思ってて、美しくなろうってやっぱ気持ちが大事かな。香りはですね、浦安っていう名前なんですけど、心安らぐと書いて浦安、まあ、私の実は一押しはこのグリーンマンダリンっていうですね香りがあるんですけど、ここのメーカーさんはその時期に取れたものを抽出して、取れる時期にしか、まあ、購入できないっていうので、いつもこれが出たときにはどんどんヘアメイク始めていきたいと思います。まずはチャリーン、こちら、フォレッタ還元水素水の化粧水ですね。小顔スプレーでございます。これ、まず朝起きたらですね、こっちのリンパ、首のリンパにバーッと塗ってですね、全体的に塗ります。基本的には触らない、触ると一気に酸性に戻っちゃうんで、もう乾くまでこうやって、顔の肌ってここら辺までつながってるわけじゃないですか。なので頭皮の方にもピッピッピッとほったらかして30分ぐらい経つとですね、顔がプシュッ引き上がっていくんで、これはもうノータッチでなんとなく分かったかな。で、私もともとですね、ものすごく顔が赤ら顔と言いますか、今の季節皆さんそうだと思うんですけど、花粉なのかちょっとですね、赤みが最近、出てくるようになってきまして、ちょっとこの辺なんかチーク、天然チークみたいな感じでちょっと赤いの分かりますかね。ちょっとこの赤みも利用してですね、プライベートでしてるメイク、まあ若い時はですねマットメイクで、まあ、時代もあったんですけど、ちょっとでもツヤがあるとなんかこう太って見えるんじゃないかみたいな、少しでも痩せて見えるようにしたいっていうことで、まあ、超マットだったんですけど、最近の甲田久美はツヤ肌脱ファンデーションを目指して。では化粧水です。こちらジャックスキンという韓国の化粧水なんですけど、これね、カタツムリのエキスみたいなのが山ほど入ってる化粧水で、結構ね見て真っ白、普通の化粧水と比べて1回ほんと塗るだけで 3,4 回化粧水を塗ったぐらいの、なんていうんですか、しっとり加減。私メイクするとき必ずタンクトップとかこういうちょっとデコルテが出たものでするんですけど、まあ、全部こういうところに塗ってって、手の甲とかいらっしゃるんですよ。すっごい肌が綺麗なお友達とかいっぱいいるんですけど、嘘って言ってこうやったここがすごい年齢重ねてる方もいらっしゃるんですよ。なんでぜひね、これ余った化粧水とかはこういうとこに塗って、で次にやるのがこちら、はい、ハッチのパックです。水分量がすごい多いなと思ったのがこのパックでして、まあ朝起きたらもうこうやってピッと貼ってですね、今日はちょっと撮影もありますんでちょっとしっとりで、もちろんこういうところに全部塗ります。はい、こっからなんですよ。私とにかく顔がちっちゃく見せたいっていうこともありまして、はい、こちらヤーマンの低周波と高周波が出るブルブルですね。昔はマッサージしてたんですけど、それをするとやっぱり肌が擦れるなっていうのがあって、やめるように脱ゴリゴリヤーマンに差し替えました。いつもマックスです。マックスでこの首のリンパをとにかく流してですね、この辺とかも、私はちょっともうめんどくさいんでパックをしながら、すごい口動くのかな、そうビューってフェイス周りのここの顎のラインがしっかり出るように、こういうところコリ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 と、これで結構むくみがしっかり取ります。こんな感じでピュッ、もちろん余ったやつで、化粧水はだいたい目標7回ぐらい、表面的に水分を入れることもめっちゃ大事なんですけど、私ねちょっと今これ家から持ってきたんですけど、こちら水をめちゃめちゃ大きいんですよ、これ。このぐらい。このぐらいでっかい。体の中に水分がないと、表面の水分を入れたとて、パサパサなってくるんですよ。っていうので、普段からメイク中はたくさん、水を取るように。何時までにここまで飲んでや、みたいな。私、鼻丸いのが実はコンプレックスで、自分のサインに鼻を入れるぐらい、鼻を好きになろうと。この子に出会って、スポッてこうやって、入れるじゃないですか。むくってる時マジ入らないですよ。最近入るようになってきて、スポット肌に。これで鼻のむくみを取ります。さて
今、私ラベルというですねカラコンをつけさせていただいております。こちらもうこれ10年以上プロデュースしてるんですけど、倖田來未っぽいメイクをするときはこちらのですねマーメイドアクアっていうやつを使うんですが、今日はこちらのミッドナイトアンバーっていう方、これスピンでつけてるだけでやっぱり目元がクリッとね子猫ちゃんみたいなのでもすごいおすすめです。で今日まつげエクステがついてるんですけれども、片方95ぐらい、とにかく目元を大きくしたい、そうですね意識してるんで、でこちらヒミケー、EGF っていう再生成分がめちゃくちゃ入ってて、これを塗ると毛穴がバチッと閉まってくれると、最後に必ずですね、使う感じです。やっとこさメイクが始まります。もうこっからは本当に15分ぐらいで普段家ではメイクさせていただくんですけれども、こちらスマッシュボックスっていうフォトフィニッシュ FD プライマー、全体的にいくっていうよりは毛穴が気になるとこだけ、鼻とこの小鼻の際と塗ってもらったら、多分これ使ってもらったらすぐ分かるんですけど、サラサラなるんですよ顔が。であとこの自分の毛穴の気になる眉毛の上とか、ちょっとここはマットにしとかないとメイク直し何回もするの嫌なんで、ちょっと油分が上がってくるところにこれをすり込みます。そして次パン CC クリーム、私は21ベージュっていうやつですね、下地ですね、メイクアップベースなんですけど、もうファンデーションはこれだけでございます。勇気がいたんですよ昔は、こんな薄付き全然隠れてへんやんみたいな感じで、気づいたら顔が馴染んできてくれて、これだけでいけるようになるんですよこれが。でこの時に私唇が結構赤いんで、唇ももう一緒に色落としちゃいます。ですごいファンデーション塗る時に気ぃつけなあかんのが、こっから下全然メイクしてない人多いんですよね。だからここまで私は全体的に今下地を塗った感じなんですが、ちょっとこうほっぺたの今日のちょっと赤みが残ってる感じにはなってるんですが、これを活かして、メイクをしたいんで、コンシーラーであえて隠さないプチプラコスメでございます。ピーンキャンメイク、フェイスカラーですね。私ねこれはアイシャドウとかこれはフェイスカラーとか気にせず手に取っちゃうんで、あこれフェイスカラーっていう名前なんやと思ってたんですけど、こちらをですねアイシャドウと言いますか、目元のくぼみに顔をシェーディングする影入れるやつだと思うんですが、アイシャドウのっけちゃうとやっぱちょっと濃ゆくなっちゃうんで、これまた手でこんな感じでね影入れます。でちょっとだけ残るじゃないですか、それをちょっとですね若干ノーズにのっけます。だからうっすらでいいんですよね影は、ほんまに。って言いながら、さっき鼻が丸いって話したじゃないですか、やっぱりね人ってコンプレックスだらけなんですよね。でもそこを好きになってあげなきゃいけないって思うんですよ女の子は。鼻を高くしたいと思います。はい、こちら金坊さんのシャドウオンフェイスってやつですね。こんな黒いの私思ったんですよ初め見た時、見てください、こんな黒い、すっごいツヤっていうんですかね入ってて、ほとんどちょっとのっけてるのがほとんどバレない、まっすぐ細く仕上げたいんで、あちょっと見える見えるね、タッチ的にはなんかリップみたいな感じ、柔らかいんですごい、ファンデーションをこう引っ張られて持っていかれることもないんで、ほんでこの辺のちょっと小顔に見せたい、叩きながらなじませていきます。こんな感じ、はい、いいんじゃない。メイクしてるときはね自分を褒めるってことも大事ですから。あ、でもちょっと待って、ちょっと目元もうちょっと今日足していいですか、ちょっと薄いなと思って、もうちょっと足したいよなんつうときにはですね、こちらザラのザラメイキャップ、めっちゃサラサラなんですよ。私これ使ったときびっくりした、もうサラサラすぎてこの手のタッチがめちゃくちゃ良くて、今日もちょっとまあプライベートメイクなんでちょっとあんまり濃いブラウンっていうよりはちょっとライトめのブラウンで、はい、次アイラインいきたいと思います。こちらですね、こちらまた出ました、はい、キャンメイク
ペンシルですね。クリーミータッチアイライナーでございます。カリカリカリ。この子がさ、めちゃくちゃ使えるんですよ。私アイラインは絶対漆黒って決めてて、一番黒いやつ、これをですね、私の場合は目のこのラウンドして落ち出す、この辺落ち出すところぐらい、真ん中ぐらいからですね、目つぶった時にまっすぐに見えるように、はい、ちょっと右長すぎたかな、ちょっと。で、こちらアイライナーなんですけど、これはリキッドですね。ヒロインメイク漆黒ブラック、ダンサーに落ちひんアイラインどっかないって言って教えてもらったの。もうこれ絶対落ちないんでって一番汗かくダンサーに教えてもらった。私はですね、この目の中のここの粘膜の部分ですね、ここに入れていきます。私はこうやって下向きながら、下から鏡を当てながらですね、割と入れていきます。そうするとちょっと目がはっきりした感じするかなって感じです。ちょっとだけだからアイライン、ちょっとお出かけぐらいなんで、ちょい跳ねぐらいので、左手の時難しいじゃないですか。私だから逆算なんですよ。逆からこっちからかけます。こうやって目元ゴリ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 やってたんで、まつげがちょっとやっぱよれてくるんで、こちら、はい、クリーム、モイスチャークリームと同じメーカーのまつエクつけてると、やっぱ根元が弱ってくるんですよね。でもこの子使ってると結構生えてくるんですよ。普段マツエクはこの辺までは C カール、ちょうどこの目のラウンドしてるトップぐらいまでは C カールで、途中からこう J カールっていう、斜めにつけてくれ斜めにつけてくれって言って、こういう風に。じゃあ眉毛いきたいと思います。サナのハニーブラウン B5 で、眉毛描くのやっぱ難しいんで、もう薄くないとガンガンガン描いてると眉毛どん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 新幹線みたいに濃くなってくるんですよ。これやったら何回描いても割と薄付けなんで。2000年にデビューしまして、ギャル時代で眉細ブームの時代を生きたので、眉毛が細かったんですけど、眉頭を太く描いてですね、優しい顔のラインになるようにですね、ちょっと舌出るけど、なんか癖ないよな。このぐらいです。どう変わってきてるか、を変わってきました。眉毛入ったらだいぶ変わりますよね。この脱色具合が足りひんなっていう時に、このマナラのイージーアイブロウペンシルですね。ちょっとまあ書き足し、ちょっとここだけ固定概念にはこだわらない倖田來未といたしましては、ここからですね、ちょっともうちょっと目を大きくしたいと思います。この眉毛ペンシル、このマナラのペンシルでですね、この目のちょっと下の部分を、目の形をなんていうの、こうじゃなくてこうみたいな、ここの三角ゾーンがね、やっぱり目をちっちゃくしてる気がするんです。ちょっとこういう感じで入れます。そして、ザラの、チークカラーですね。こんな感じ。端っこの白いやつを、まあ、ハイライトで鼻先をピッピッピッ、鼻を高くするために鼻先に入れて光らせます。で、さっき言いました、このほっぺた赤いじゃないですか。ここの赤いとこに、この真ん中のピンク。ここ私、外から。ちょっとピンクになった。うちのヘアさんにもらったブラシです。なんかイギリスかなんかのやつみたいで、やっぱフェイスラインをしっかり出さないと、こうちょっと、あ、今日むくんでるから顔隠していこうなんていう方もいらっしゃって、顔を出さない方が多いと思うんですが、毎日家の中でもそうですけど、しっかりフェイスラインを出すようにしております。やっぱ人に見られる緊張感つうんですかね、そういうの大事ですよね。で、こちらココマドモアゼルボディローションですね。体をつやらせて、結構ツヤが出てますよね。はいはい。でこれをしっかり体に塗りつつ、これトリートメントです。ケラスターゼ。これ大体髪の毛明るくしてる人は、髪の毛切れちゃったりする人も多いと思うんで、
髪の毛にすごくいいんで使っていただきたいんですが、もうちょっと今日なんかツヤあってもいいのかなと思うので、はい、こちらシャネルさんフェイスカラーウォームエサンシエルっていう、こんな感じで、さっきのノーズ入れたやつにちょっとタッチが似てるんです。動いた時にツヤってしたいところにのせていきます。小鼻の方が光っちゃうと私は気になるんで、こっちに目が行くように、これだけでも結構、これこれ出たでしょ、これすごくない、メイク別に落ちいいのよね。でこんな感じでツヤツヤツヤって感じで、もうオーラスでございます。私ちょっと唇がさっき赤いって言ったじゃないですか、赤いのがあんま好きじゃないんで、メイクアップフォーエバーさんのですね、これクリームアイシャドウやと思うんです。スモーキーシャドウって書いてます。すいません、唇に行きたいと思います。やっぱね、なんか唇やとやっぱ取れやすいイメージもあって、やっぱりどうしてもドリンク飲んだりとかすることが多いんで抑えます。倖田來未割とやっぱヌーディーな唇することが多いんで、そこにですね普段は、はい、ディオールさんです。これあのちょっとなんかこうなんていうの、ピリピリってするような感じのが入ってるんで、あのぷっくりするのかなっていう感じがします。これはちょうどいいです。もう普段使ってる時にも、ご飯食べた後にチュッチュッチュッって塗ると、あのプリンってして、あの小鼻だけ最後に抑えたいと思います。もうツヤ肌で仕上げたいので、あのメイクってね、時間かければかけると濃くなってくるんですよ。うちのダンサーとかもそうで、もう皆さんメイクやりすぎが注意なんで、はい、こちら NARS のライトリフレクティングセッティングパウダー、これで最後ですね。こちらメイクアップフォーエバーさんのブラシで、この白いやつ、この小鼻のところがピッ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 と押さえでいきます。こんなぐらいじゃない、はい、というわけでございまして、倖田來未のプライベートツヤ肌メイク、こんな感じで、させていただきました。ちょっと人と違うメイクの仕方をしているので参考になるかわからないんですけれども、ぜひですね興味のある方はやっていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行ってきます。